こんばんは。こんばんは。カメラがちょっと違うようなんだけども、はい、まあいいですかね。はい。まあ生放送なんでね、まあいろいろありましてね、こうチャットがね、こう叱りましたね。8月12日午後7時になりました。そうですね。いや、そうですね。向こうの方でなんかいろいろ言ってますね。自分が映らないとしゃべくれないというね、こう嫌な性格ですよね。ということで、今日は始まりました。146回しゃべくりましょうですね。ということでね、今日も生放送でお送りしております。まあいろいろトラブルありますね。ということで今日の松代なんですけども、朝の最高気温の想定はね、33度ですね。でお昼になったらね、2度上がって35度って言いましたね。こう気象庁もいろいろ大変ですよね。いろいろ変えなきゃいけないってことでね。で実際には35度36度ぐらいになったんでしょうかね、最高気温。ということで、今日のね、新聞先ほど夕刊見ましたらね、今日は28年前のね、御巣鷹山のね、事故から28年ということでね、毎年あの慰霊の登山に行ってるみたいなんですけれども、今年は特にね、なんかあの若い人たちがね、大学生のボランティアの人たちが行ったみたいでね、まあ若い人たちが出るってことでいいことですよね。ということで、その余計な話をしまして、だいぶ時間も過ぎちゃいました。はい、ということで今日はですね、ポンプ走法についてですね、大活躍された長野市、長野の松代の第一分団ですね、がダビー成績を収めたということでですね、長野市消防局長の岩倉博明さんにおいでいただきました。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで岩倉さん、ポンプ走法なんですけども、この消防団の皆さんとそのポンプ走法についてね、はい、ちょっと話いただいてもいいでしょうか。はい、教えていただいていいですか。わかりました。はい、それじゃあのちょっとあの長野市消防団のちょっと組織といいますか、はい、あのことについて若干お話ししますけども、はい、今現在3430人の消防団員の方がいらっしゃいます。で75の分団に分かれておりまして、まあ、我々は常備消防ということですが、消防団の方々は、制御職業をお持ちの中で、そのボランティアというような中であの消防団活動をしていただいております。うん、今回あのその中の、一部でポンプ走法大会というのがあるんですけども、はい、そのポンプ走法大会に出場した真っ白第一分団の方が、まあ、本当に大活躍したんで、うん、私もちょっと宮坂さんに呼ばれて今日はあの出演することになります。よろしくお願いします。でこの今の第一分団なんですけども、なんか大会がいくつもあったみたいなんですかね。いくつ大会出場したんですか。はい、長野市の大会、それから長野協会大会、長野県大会と、まあ、3つの大会に出場しました。でこちらの方に出た人のあれがあるんですか。そうですね、ちょっと選手をちょっと紹介をさせて、この次ですかね。はい、この次ですね、この次ですね、紹介をさせていただきたいと思います。はい、真っ白第一分団、分団長松本さん、副分団長西山さん、まあ、この方たちの指導のもと、うん、指揮者中澤さん、1番員宮澤さん、はい、2番員石田さん、まあ、3番員竹村さん、それからまあ補助員ということで、まあ、2名の横瀬さんと田口さん、まあ、あの一致団結をして、うん、まあ、今日に臨みました。で小野さん、この1番2番というのはどういうことなんですかね。そうですね、ちょっとご紹介しますけども、うん、次の写真を見ながら、はい、すいません、はい、1番員と2番員が協力して、はい、63メートル先の標的に向かって、ホース1本20メートルあるんですけども、これを3本つないでホース延長をします。ホースを担いで走ってるんですね。はい、ホースを担いで走ります。はい、でやはりこの時に一番大事なのは、まあ、規律ですね。怪我をしないように安全確実迅速にホースを延長するということが基本です。からまた2番、はい、3番の方は、あ、ちょっとここには写真ちょっとないんですけども、下半ポンプそれから給管っていうのを、まあ、水槽に投入をして、水をしっかり出せるように準備をすると。うん、で今はあの指揮者の方が、2番目のホースをホースを伸ばしているシーンですね。うん、腰を低くして、あ、低くしてますね。しっかり伸ばしてます。
でこれ放水延長終わった後水が出る前ですけども、うん、しっかり、姿勢をこれから余裕ホースを取って姿勢を整えるという、うん、そんなシーンです。これ両側にいる方は審査員ですか。そうですね、これは1人の場員に2人の審査員がついてしっかりこれ両側で審査されたら緊張しますよね。緊張しますね。そうですか、はい。で次のシーンは実際に、放水始めという伝令を受けて、指揮者がちゃんと標的を落として落としたシーンですね、これが。はい、はい、でこのツインがこれから指揮者と一番員がポジションを変わります。まあ、これも審査の対象となっておりまして大変厳しいです。そのうまく連携取れるかということで。そうですね、はい、でこれが最終的に2番員の飛び口を持ってきた姿勢、まあ、1番員の放水姿勢、うん、まあ、指揮者の姿勢、まあ、この3人が非常に最後整った時のシーンです。はい、それでその次がこれで放水やめという伝令、2番員が3番員に放水をやめというそういう伝令に来ているところです。あ、なるほど。こちらの方から水を送っている方に、そうですね、はい、やめろということですね。はい、あ、分かりました。でこの次がでこれが最後の撤収のシーンにかかるわけですけども、新馬員も必死になって、まあ審査をしているとそんなちょっと写真かなと思います。なるほど。それでこの下が、あ、これはこれが優勝した、多分強化大会の写真だと思いますけども、優勝旗と優勝をして、長野県大会の出場権を得た時の、まあ、シーンかなと思います。万歳してますね。はい、ということでこの次が、今の強化大会ですね。はい、これはいつ、これが、7月の7日に長野県の消防学校で行われたんですけども、これですね、信濃町、それから飯綱町、小川村、うん、それから長野市から6チーム、計9チーム出たうち、まあ、最優秀ということで、うん、第1位ということで優勝しました。素晴らしい、はい、ですね。で第3回の大会、第3回が8月の4日に、まあ、飯綱高原で、まあ、13年ぶりに、まあ、長野市で、まあ、開催をしたんですけども、その大会に出場しました。ちょっと当日ね、午前中はとても寒いぐらいな感じでしたね、飯綱だから。はい、お、そうですか。まあ、そんな中で私も本部席で、6番目に出場した真っ白第一分団を応援してましたけども、うん、ちょっと選手はちょっと緊張気味でしたね。緊張してね、県大会ですからね、はい、だいたい県大会行けば緊張しますよね。はい、お、そうですか。じゃあ結果はね、ちょっとまだ、はい、まあ、県大会来るチームはね、まあ、全国大会へもね、何回も出ないような強者揃いで、レベル高いんだ。非常にレベルは高いです。まあ、2年に一度は全国大会あるんですけども、今年はまあ県大会までということだったんですが、うんうん、なるほど。まあ、でも早稲田第一分団とても頑張ったというふうに思います。そうですか、素晴らしいですね。で何か聞くところによると、なんか個人賞もあるみたいなんじゃないですか。そうですね、まあ、一番は規律がしっかりしてないとやっぱり怪我をしたり、うん、ホースが曲がってしまったり、相手に怪我をしたりさせたりというようなことがあるんで、その基本動作をしっかりできている、まあ、そんな方々に、うん、まあ、個人賞を与えると、まあ、減点がないゼロの人にということで、長野市の大会、協会大会を通じて、うん、真白第一分団の方は個人賞をいくつかもらいました。あ、そうですか。それでですね、何か松浦の第一分団の皆さんになんか感想が、だいぶ思いがあるみたいじゃないですか、局長さんという立場で。そうですね、私も今回長野市の大会、協会大会、県大会と3回報告会、うん、または激励会ということで、出席をさせていただいて、まあ、その時に、まあ、一番びっくりしたのは、まあ、本当に高齢の OB の方も参加をしていて、まあ、本当に80過ぎた方ですか、うん、もうその方も応援してくれましたし、対談をされた OB の方、それから真っ白の他の地区の分団長会等々の方が大変大勢集まって、うん、まあ、盛大に報告会や激励会ができたということ、またその中で今回出場した選手がぜひ次の時にはまたはぜひリベンジして、県大会で優勝したいという、まあ、そういう抱負を聞けたことも大変嬉しく思いました。だいぶね、時間も過ぎてきちゃったんですけども、消防署ですからね、はい、火災についてもね、はい、お話ししていただかなきゃいけないんですけども、はい、その
よろしく、あの火災予防についてちょっと一つお話しいただいてもいいでしょうか。はい、そうですね、あの今年はあの非常にあの乾燥していたり、風が強かったり雨が少なかったりということで、昨日現在159件の火災、昨年比プラス71件、まあ、そんな状況です。まあ、一番は焚き火が増えたということが大きな要因です。うん、そうですか。でそれ長野市なんですが、松代地区ではどうなんでしょうか。そうですね、松代地区ではあの、昨年と比べてみますと、まあ、9件ということで、プラマイゼロという状況です。優秀ですね。そうですね、長野市全体では増えてるね。はい、松代は頑張ってますね。火災予防を徹底していただいたと思います。ご指導がいいんですね。いやいやいや。はい、まあ、消防団の方も含めてね。はい、そうですね、ご指導がいいと思って。はい、そうですか。で松代 の、 その特徴なんてのは何かあるんですか。それも、ま、そうですね、あの電気の配線による火災がちょっと多くて、ちょっとあのこれがそうですかね。はい、これがそうですか。はい、はい、見ていただきたいと思います。松代地区ではあの3件電気配線による火災が起きました。あのトラッキング現象と申しまして、まあ、コンセントを差しっぱなしで長時間置いておきますと、そこにホコリがたまって結露をして火が出るというのと、まあ配線が傷んで、通電して短絡といって、まあ、火災になる例、まあ、こんなことのが、まあ、3件続いてありました。あ、これ結構松代の、そうですね、特徴ですね。ですね、あ、やはり火災が少ないとは言って安心してないで、やっぱりこういうところも注意しなきゃいけないんでしょうね。松代ね、そうですね、わかりました。でお互いに注意したいなと思うんですけど、はい、さん特にですね、他に何か注意することがあればちょっとお話いただきます。そうですね、あの火災の必ず上位はあの放火または放火の疑いっていうのが、あの多いです。また今年も多いですけども、家の周囲に可燃物等は置かない、燃えやすいものは、まあ、早急に撤去をするということに心がけていただければと思います。そうですね、やっぱり特にね、松代はその文化財が多いから、そうですね、大切な、ね、文化財を守りたいんで、そういうものはあまり燃えやすいものはうちの周り置かないってことですかね。はい、そうですね、その放火魔に見つけられるじゃなくて、こう、そうですね、そこにあるとちょっとこうタバコを投げたりとか、ちょっと火をつけたくなるんで、うん、そういうものを置かないことが一番だと、うん、あ、そうですね、わかりました。あとその消防車で、ね、救急についてはどうでしょうかね。そうですね、まあ、救急はまあこれからあのもう高齢化とともに若干増えるというふうに言われております。うん、まあ、今年も昨年比550件ほど、まあ、多いなっております。うん、あ、そうですか。特にその救急でなんか注意するなんてことありますよね。我々はその救急車が通ったら今はね、エアコンつけて聞こえなかったとか。そうですね、あの、救急車のサイレンも、まあ、ある一定の音しか出ません。うん、あの窓を閉めてエアコンでラジオをつけたりステレオを聞いてるとサイレンの音聞こえなくなると思いますので、また緊急車が近づいたときにはできるだけ道を譲っていただければと思います。うん、そうですよね、やっぱり我々ね、皆さんお互いに注意したいと思うんですけども、最後にですね、先ほども冒頭申し上げたんですが、暑い日続いてますね。はい、今日もね、35度36度いったみたいなんですけども、はい、最近その熱中症って多いじゃないですか。そうですね、その、まあ、松代とか長野市とか、まあ、含めてですね、その熱中症について最後に、ね、お話しいただいてもいいでしょうか。はい、まあ、あのこの8月に入って大変暑くなって、ちょっとあの熱中症の患者さんプラス1件ということで増えております。うん、で特にあの中症ということで入院をする、中症患者が増えたのと、またスポーツ中ということで、少年の件数が増えております。あ、はい、そうですね、あ、これですかね。あ、記していただいてますね。はい、はい、こちらが、まあ、これからですけども、熱中症にならないように、うん、あのできるだけ、お水を飲むとか、もし熱中症の患者になったら日陰のところで涼しいところで休むとか、うん、まあ、そういうことが大事かなと。うん、宮沢さん、あのお酒はダメですので、熱中症は、何、お酒を飲むと酒って、吸収しないので十分注意をしていただければと思います。どうしてそういうことを、私お酒なければ生きてかんないですよ。もう最後にそういうね、はい、じゃあそういうことを言った罰として、これから一緒に酒飲みに行きますか。あの、行ってらっしゃい。はい、あ、そうですか。あ、そうですか。冷てんですね。今日はあの、はい、制服を着ております。あ、そうですか。はい、わかりました。お酒の方は辞退をさせていただきます。はい、わかりました。
冷たいお言葉ありがとうございました。なんかちょっと心を入れ替えてなんか写真持ってきていただいたみたいなんで、これはまといですか。これなんか立派ですね。これそうですね、これは今の長野市消防団の、まあ、代表するまといをちょっとの写真ですけども、まあ、江戸時代にこのまといというのを江戸火消しが作って、まあ、自分たちのその活動している位置を示して、まあ、それぞれその有志ある姿を、示したというふうに言われております。そうですか、いい写真持ってきてもらってありがとうございます。それではちょうどね、時間もちょうどじゃないか、過ぎちゃったみたいですけども、岩田さん今日は本当にお忙しい中どうもありがとうございました。いろいろお話しありがとうございました。パーソナリティ、ご苦労さんですね。毎度のことで、ご苦労さんです。はい、で、どんな話してるんですか。来週はね、あのね、剣道大会あってね、それでね、5年連続で、まあ、6回目の、ね、優勝を果たしたっていうのでね、なんか清野の剣道クラブ、これがね、結構頑張ってるっていうので、はい、あんまり3チームぐらいしか出るんじゃねえんでしょ。結構出てるみたいなんで、はい、3チームで優勝じゃね、あんまり、それだったら100チームぐらい出てるんですか。まあ、そこまで、そこもいろいろ聞いてみたいな。そうですね、はい、それはそんな形で来週のお楽しみと、はい、そういうことで、はい、で、今日は何を予告してくるんですか。だからこれ、あ、これをね、はい、これこれね、読んでいただいて、はい、読むね、はい、はい、だからこれをね、大体ね、そのこれってのは、ね、俺をいつもそうだよね、読んでるんで、これっつって、予告になってるんだよな。企業の育成会、はい、読んでますね、剣道クラブ、はい、館長さん、あ、館長さんね、はい、わ、はい、かりました。倉石さん、はい、のいうお話ですね、はい、はい、皆さんがお聞きするということで、ということで、はい、はい、それではね、はい、今日はよく分かってませんけどね、はい、よく分からない2人が予告をしましたということで、来週をどうぞお楽しみに、はい、よろしくお願いします。